250TR とは、かつて、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造販売していたオートバイの車種である。1970年発売の車種をモチーフとし、名称が同一で、外観も似ているが、その方向性は異なる。過去の車種は、純然たる、デュアルパーパスタイプとして登場し、当時としては高性能を誇った車種だが、現行車種は、 過去の車種の外観のみを模倣したストリート系のオンロードバイクである。スリムでシンプルな構造からセパレートハンドルバックステップなどの改造を施すユーザーもかなり多く見られる。競合車種はホンダ FT-R、ヤマハ TW、スズキグラストラッカーなど。2代目に当たる 250T-R は2001年の東京モーターショーで発表され、2002年1月から 販売されている。基本的な外観は1970年代のデュアルパーパスタイプを思わせる回顧調ではあるがシンプルな外観とされている。完全新設計のフレームに過去の 250TR を思わせるハンドルや外装、回転系がなく速度系と各種警告等のみのすっきりとした軽機類、容量を7リットルと細身の燃料タンク、前輪90。 90から19に、後輪110、90から18というサイズのキャラメルブロックパターンタイヤを装着する。エンジンは、排気量 249cc のクーレ4ストローク、サイ 1C にバルブ短気筒を搭載しており、同型エンジンを搭載するエストレアと、実質的な兄弟車種となっている。シリンダーボア 66mm にピストンストローク 73mm の、 ロングストロークは国内原稿 250cc クラスでは最長であり、最大出力 14kW、19PS、最大トルク18ナノメートルを発揮する。2007年より同型エンジンのエストレアとともに、吸気方式をキャブレーターから燃料噴射へ変更され、最大トルクを19ナノメートルへ向上させている。また細部ではハンドル幅を狭める変更も行われた。 なお2013年モデルをもって生産終了となった。初代 250TR は1970年6月に川崎のデュアルパーパスタイプである TR シリーズの軽自動二輪車種として登場した。形式名は F8 で、当初の愛称はバイソンだったが、商標上の問題により正式名称からバイソンの名は外された。 71年の F8A 型で生産は終了。搭載エンジンは上級車種の 350TR と基本的に共通で、ボアだけを 80.5mm から 68mm に小さくした排気量 246cc の空冷にストロークロータリーディスクバルブ単気筒エンジンであり、最大出力 23.5PS を発揮する。車重は アルミリム装備の F5 の 120kg より、わずかに重たい 123kg になり、フロントホイールも F5 の21インチから、他社のトレール車と同じ鉄リムの19インチにダウンされているが、パワフルで伸びの良いエンジンは、当時のライバルであったヤマハの DT-1 や、鈴木ハスラー TS250 をしのぐものだった。ただし、車体の設計は、モトクロスというよりも、 アメリカのデザートエンデューロ的な味付けのため、小回りの多い日本のコースなどでは目立った活躍はできなかった。車体左側へ取り回されたマフラーが外観上の特徴になっていた。1972年にはモデルチェンジが行われ、エンジンが吸気バルブ方式をピストンバルブ式に変更されてスリムになった。 出力は同じく 23.5PS を発揮するが、ピーク時の回転数はバイソンが 6800rpm だったのに対し、F11 は 6000rpm と若干下がっていて、中速域のピックアップが向上している。形式名は F11。メインフレームも新設計されて、ホイールベースが 5mm だけ短くなった。 またフロントタイヤは19インチから21インチに変更され、車重も1 2 0ラムになって、オフロードにおける走行性能が向上した。外観上の特徴は、オフロード車には珍しい Z に風のテールカウルが装着されていた点が挙げられる。ちなみにこのピストンバルブエンジンは、モトクロスサー F11M を経て、後の KX250 の元になっている。 ありがとうございます。